マイプルーフは、日本、東京都出身のメロディックデスメタル、メタルコアバンド。全編日本語詞によるスクリームを取り入れ、歌謡曲にも通じる、泣きのギターメロディを導入するなど、叙情的かつ、日本的なアイデンティティを押し出している。1999年4月に、新兵を中心に結成。結成時の名前は、ネクハントレストラン。2000年までに、そう、会、 ただしが加入。2003年にバンド名をマイプルーフに変更。その後、香港のゴッズチャイルドミュージックと契約。また、加入時期は不明ながら、この時期にはベーシストとして安宗宮崎が在籍している。この夫人で、ファーストアルバム、シャイニングスターダスト、セカンドアルバム、リーズンフォーマイジャスティスをリリース。その後、 ベーシストの宮崎が脱退、4人体制になる。セカンドアルバムを、リリース後、ゴッツチャイルドミュージックを離脱し、自主レーベルアカシインクを立ち上げ、こちらを中心に活動するようになる。2007年には、EP 作品、ザ・スカイ・オブ・デスティニーを、2008年には、EP 作品、ピューピル・オブ・アストライアをそれぞれリリース。また、ピューピル・オブ・アストライアについては、 ボーナストラックを追加したフルレンスバンが2009年にリリースされている。2012年12月にスピリチュアルビーストからサードアルバムメタルフォーサイレントフューリーをリリース。2013年2月サードアルバムメタルフォーサイレントフューリーの完全再現ライブを開催。同年8月にはセカンドアルバムリーズンフォーマイ・ジャスティスをリマスターし再発した。 2013年11月1日、解散を発表した。解散後、2015年にそうと新兵を中心に、アルフェニックスを結成した。ABCD、東京発のメロディックですメタルコアバンド、マイプルーフが、ニューアルバム、ザ・スカイ・オブ・デスティニーを12月19日にリリース。2013年11月7日閲覧。ABCD、e FG、前田竹彦。 メタルフォーサイレントフューリー。メタルフォーサイレントフューリー。マイプルーフスピリチュアルビースト。セピマイナス16152。シャイニングスターダスト。マイプルーフゴッツチャイルドミュージック GCM0 から15と。リーズンフォーマイジャスティス。マイプルーフゴッツチャイルドミュージック GCM0 から25にクレジットされている。マイプーフ。 世界レベルの会心作、メタルフォーサイレントフューリー本日リリースニコニコニュース、メタルフォーサイレントフューリー、マイプルーフヤングギターヤングギター、ハットメロディックですメタルを軸にメタルコアや、ヘビメタルの要素、そしてどこか懐かしい歌謡曲の要素も感じられる、独特のサウンドを有する、マイプルーフ、スピリチュアルビーストより、ニューアルバムをドロップ。激ロックインタビュー、モダン。 ヘビーメタルバンドマイプルーフ、新 PV& インタビュー公開ニコニコニュース。マイプルーフ、ニューアルバム完全再現ライブ開催ニコニコニュース。元マイプルーフのメンバーを中心に結成された、アルフェニックスのインタビュー動画メッセージ公開。メロデスに日本語詞を載せるスタイルと白熱の演奏力で引き込むファーストシングルを本日リリース。 激ロックニュース元マイプルーフのメンバーを中心に結成された4人組メタルコアバンドアルフェニックス。ファーストシングル、ラストイグニッションより、ライズのライブメガボルト公開。激ロックニュースリマスター版、ボーナストラック追加、フルレンス版。ありがとうございます。